こんにちは、柴田です。今回のレビューはですね、こちらになります。なんだかわかりますでしょうか。わかる人にはわかるような代物です。これはガンダムに出てくるザクが使用しているヒートホークという武器で、斧ですね。ザクの使い方としてはこんな感じ。でもこれギターなのでこんな感じで使います。これは ESP とバンプレストのコラボ商品で、ガンダムシリーズのギターだそうです。めちゃめちゃ軽いんですけれど、何でできてるかっていうのがね、ちょっとわかんないんですよね。ネックはね、木だと思うんですけど、この辺はね、プラスチックなのかな。ちょっとね、素材がわかんないんですよね。これはギターとして使うよりも、どっちかっていうとね、まあ飾ってね、見て楽しむもんかなと。まあ僕が思ったのは、ちょっとダイソンに似てるなというふうな感じがしたんですけど、好きな人は大好きな感じのギターですね。まあもろもろ説明するよりはね、ちょっと寄りで見ていただきたいなと思います。まずヘッドです。特にね、メーカー名とかが記載されているわけじゃないんですよね。非常に艶やかな光り方、艶やかな塗装ですね。なんと指板も紫の塗装が施されていると。でポジションはね、こちら。こっちにはね、インレイとかね、ドットがないんで、横で見ていきます。そして、ワンハム。ワンハム仕様で、しかもフロントなんですよね。まあ、リアの部分が、こうやって空洞になっているというふうな感じで、バダスのブリッジから、こんな感じです。直接ね、ねじ込まれていて、空間が多いですよね。そしてコントロール系なんですけれども、スイッチがここについております。そしてつまみは上の方がボリュームで、下の方はですね、このボタンとつながっております。カチカチね、回るんですよ。カチカチカチという風な感じで、1,2,3 3段階に切り替えれます。これはですね、サンプラーのボリュームで、ここで音を切り替えます。3種類の音が入っております。後ほど鳴らしますね。そして裏です。ペグはですね、ノーネーム。後ろから見るとね、やっぱダイソンっぽい感じはしますよね。色味もね、ダイソンに似てます。でこちらで電池を入れるところがあって、非常に存在感のあるギターでございます。でボディバランスがね、ちょっと気になるので、このストラップをねつけて立ってみたいと思います。立ってね、持ってみたいと思います。バランスはいいですね。軽いし持ちやすい。でもね、ここボディがね、こうないじゃないですか。だから弦に直接こうやって当てる、スタインバーガーですのね、これぐらいはあったのに、ここにね置くとこないから、弦に直で置いていくしかないですね。まあ、そこが気になるぐらいでね、あとは特に割とバランス良くて弾きやすいかもしれないです。ではこの後音鳴らしていきます。